が二物体登場します。二物体ね、厄介なのはこの台なんですが、台にタイヤがついています。のもあるし、カッコ2番はタイヤついていませんが、滑らかな水平面上、カッコ2番ね、滑らかな水平面上と書いています。タイヤついてるのと一緒。要はこの黄色い物体、黄色の物体が台上を転がっていくと、ね、今までは台が地面にひっついとったわけやけども、黄色いボールが転がっていくと台が動くんですよ。台が動くんですよ。ここが今までと違うところ。台はどっちへ動きますか？黄色いボールが転がってくると台はどっちへ動きますか？それ見破れるかな。はい、台が右へ動くと思う人います？左へ動くと思う人、おお、全員ですね。なぜ左へ動く？合ってますよ。左へ動くのね。途中も書きません。最後、こうなってます。これ止まってます。でこっちへ向いて、ボール転がってんねんけども、台は左へ行くからこっからここに行ってる感じ。台はね、こう後部がここまで下がった感じです。台はこう、こう行ってるわけね。なんで？なんで？運動量保存。運動量保存、うん、運動量保存でいいですよ。運動量保存って何？もっとは、もっと簡単に言うと、誰か運動量保存則を思いっきり簡単、原理的に思いっきり簡単に言うと、中学校で習ったパトラ、英語で言える、運動量保存則が成立する原因、中学生風に言うと The law of得意なやつ、アクション&リアクション。 OK、 アクション&リアクション、The law of action and reaction、 作用反作用の法則です、ね、作用反作用の法則を変形していったら運動量保存則になるね。ね、作用反作用の法則やね、つまり途中書いてみると、途中はこの辺におるわけね、こう言ってるわけ、これこっち言ってるわけやけども、この時に台はどんな力を受けてるかっていうと、重力、垂直抗力、それからこのボールに接してるよね、ね、重力があって垂直抗力、床に接しているから垂直抗力、摩擦はないわけ、床の摩擦はないわけで、ボールに接してるよね、ボールからは垂直抗力、面から垂直にやな、こんな垂直抗力を受けてるわけよ。これ垂直抗力嫌やったら、ボールがこの面から受けてる垂直抗力の反作用でもいいですね、これ作用反作用、これは水平成分と延直成分があるわけで、この延直成分についてはこれ足す重力は垂直抗力で釣り合ってるから上下には動きません。空に飛んでいったり地面にめり込んだりはしません。でもこれどうします？これは綾さん、この力どうします？ボールから受ける垂直抗力の水平成分は摩擦があれば、ね、床からの摩擦があれば引き分けになって台は止まるけども、床ツルツルなわけ、タイヤ付きなわけ、だから右向きに支えてもらってない、台は床から右向きの力を受けていないわけ、なのにボールから左向きの力成分を受けてるから左へ左へ加速していくわけよ。誰も右向きにここにね、ストッパーがあるとかな、誰かが支えているとかがないわけでしょ。だからこの黄色の力を打ち消す力がないわけだから、台は左へ動く、ね、これを難しく言うと運動量保存則って言うんやけども、作用反作用です。はい、じゃあ大体分かりました。ボールがここに押してくる、この斜面を転がってくる間、台は左へ左へ動いています。そういう問題ですよ。はい、ね、
どっかで言いましたが、この速さっていうのは地面から見ていますよ。断らない限り地面から見ています。いいかな、地面から見ています。この問題の解き方は、の連立で解きます。この2つの式を作ります。連立します。ね、これまず覚えて、なぜかっていう話はするから、まず覚えて。でこれは、カードにしてあります。43番、44番の問題はこういう問題です。ボールを離します。台やっぱり左へ行きます。こういくわけね。ここの速さとここの速さを求めます。初め止まってます。転がっていきました。スモール V とラージ V を求めなさい。もうタイプ的には一緒やけども、こっちは運動方程式 MA イコール F と MA イコール F を連立するわけです、ね、全然違う、なぜ違うかは、次の6番をやるときにどこが違うのかっていう話をしますから、まずはこれができるようにしましょう、ね、違うんですよ。解き方違うんですよが大事ね。ちょっと置いときます。6番の時に説明します。どうしようかな。ピッチャーがボールを投げました。でバッターバットを振りました。これバットのここに上のところにかすってキャッチャーフライ上がったっていうイメージかな。いける？逆やけども、上からボールが降ってきました。でここにバットの断面図ね、バットの断面図があんねんけども、バットの断面図があるんやけども、ここに当たったわけ。ここに当たってバットがちょっとへっこんで、ボールがにょっとこっちで飛んでったっていう、この一瞬の話をちょっと拡大したら、バットがへっこんで、右へ飛んでった。でバットは地面に置いてあったんで、こっちへ転がったいうイメージかな。ここで衝突してボールが右へ、バットは左へ行った。上から押してきたボールがバットの右隅に当たって、ボールは右へ飛んで、バットは左へ転がったみたいな感じかな。ここの一瞬の衝突のことをちょっと長時間スローモーションで、この長い時間衝突したよっていう感じで、運動量保存則を使えるようになったらもうバッチリなんですね。まあ、そんなイメージを持ってください。この時の、物体と台車の運動量の合計イコール衝突前、ね、衝突後のボールの運動量プラス台車の運動量という式を作ります。初めてやから作るぞ。はい、こいつ質量 M、 運動量はボールの運動量は質量かける速度0です。はい、台車の運動量は質量ラージ M、 止まっています、ゼロです。だからこの状態の運動量は全体として合計としてゼロになります。一方衝突後、最後求めなさいっていう瞬間は、ボールは右へスモール V、重りじゃない台車は左へラージ V かな。もうこれ明らかに左へ行くの分かってるから、もうこう置きましょう。こっちをプラスに置きますね、代表ね。だからボールはプラス MV の運動量、台車はマイナス M ラージ V の運動量、 OK かな。これが R です。次エネルギー保存則 E の式を作りましょう。エネルギー保存するの分かるね。
エネルギー保存則ね、摩擦がないから発熱がありませんね。台車が温まったりボールが温まったり周りの空気が温まったりしません。音もしません。だからエネルギー保存則のノーマルが成立します。かな。この時のエネルギーとこの時のエネルギーが等しい。エネルギーっていうのは常に運動エネルギーと位置エネルギーを加えたものを考えるわけで、問題によっては位置エネルギーについては重力による位置エネルギーがあったり万有引力による位置エネルギーがあったり、だからバネ弾性力による位置エネルギーがあったり、最近やったのは普通かまだかな、静電気力による位置エネルギーがあったりをちょっと吟味するわけね。はい、ここでどの位置エネルギーがあるかっていうと、もうボールは上下してますから重力による位置エネルギーあるよね。万有引力による位置エネルギーって言ったらもう宇宙規模の話だから、そんな宇宙規模の移動はありませんから、これ関係ない。弾性力バネついてへんから関係ない。静電気コステプラスマイナス帯電してへんから関係ない。これだけやな。を足し算したものが等しいということは、初めの位置と最後の位置のこの落差は書いてあるはずやね。問題に H ね、書いてあるからね。初めのボールの位置の方が最後のボールの位置よりも H 上ですよ。だから重力のエネルギーはここを基準にしたらいいかな。基準ね、0メートル地点自分で選んでいい、基準はこの最後の位置と置いていいですか。はい、じゃあ行きましょう。こちらがエネルギーは運動エネルギー0、0、運動エネルギーは0+0、位置エネルギーはこいつ、ここに比べると H 上ですから MGH ね。もう台車はいいか、台車は、台車の基準ここにしましょうか。高さね、地べたにおるから0ね、こいつも0ね、台車0ね。はい、後半、運動エネルギーはボールは V の速さです。地面に対して V です。2分の1 MV1。 台車は左向きにラージ V です。地面に対してラージ V、 2分の1 M。 気になる人はこれで結構ですよ。まあ2乗やからどっち向きに、右向きの V であろうが左向きの V であろうが運動エネルギーは変わりませんね。で、ボールの位置エネルギーは0になりました。台車の位置エネルギーは0になりました。意味わからん人は書いてください。ボールの運動エネルギー0です。はじめね、台車の運動エネルギーです。ボールの位置エネルギーです。台車の位置エネルギーです。その順番、ボールの運動エネルギー、台車の運動エネルギー、ボールの位置エネルギー、台車の位置エネルギーを書いてあります。はい、できました。わからないのは、スモール V ラージ V、スモール V ラージ V。2つわからない式2つある、解けます。はい、解いてください。